どうも、恵比寿ゴルフレンジャー、ピエロです。まあ、レンジャーで一番ゴルフが上手いんで。まずは、クラブ紹介かな。ちょっとおかしい。おかしい。おかしい。どうも。レンジャーで、ゴルフが一番上手い、イエローです。こんばんは。こんばんは。で、まあ、ソ連ではないんですけど、うん、とりあえずは、まあ、僕がどんなクラブを持ってそう、ね、ゴルフしてるかという、うん、まあ、知りたいか知りたくないかって、そして紹介します。そうだね。はい、どんなクラブ使って100切りしようとしてるのか。そういうことです。そういうことセッティングもめちゃくちゃかもしれないしね。そうですね。まあ、僕の中ではパーフェクトだと思って。あ、本当に、はい、パーフェクトウェイでいけると思って。じゃあ、まあ、俺もぶっちゃけ、イエローが何使ってるかってあんまり知らないんだよね。でも、なんですかね、道具も大事ですけど、うん、まあ、結局これじゃん。まあそうだね、腕が一番大事ね。でも道具もある程度ちゃんとしたのを使ってたいと、うんうん、ちょっと言ってるぶって、うん、揃えてみました。揃えてみましたってずっと使ってるでしょ。まずこれ、親父譲りのウェッジクリーブランド。ほう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 。これはね、お父さんにもらったの。そうです、全部親父からもらった。いいな、これは気に入ってんの。それは気に入ってます。気に入ってんの。もうスピンでかっこ、グリップとかも何にも変えてないんだ。グリップも変えてないです。もうほんとクリブランド信じてるんで。このまんま。シャフトは、シャフトはこれなんですか。 NS プロ、うんうんうん、これいいやつですか。どうですか。あ、俺もあんまよくわかんない。わかんない。そんな感じ。うん、うん、最初はね、クラブじゃない、クラブじゃないと、そう、ね、言われるんで、まあ、ある程度は、うん、まあ、揃えてもいいと思う。じゃあ次が、次はピッチング。ピッチング、まあ、ピッチングと、まあ、言っても、ピッチングから5番ぐらいまで全部一緒。はい、アイアン、ウッド、ドライバーは全部同じメーカーです。はい、はい、はい。これがですね、テラメドの、うん、RBZ。ロケットボール。そう。はい、はい。結構前のやつだね。そうですね。でもなんかイケイケって言われたんで、イケイケのやつって言われた。誰に誰に。ブルー。あ、ブルー。ブルー。ブルーにこれイケイケって。ブルーはあんまり分かってないだろ。で、次。最近打てるようになった。5番。最近打てるよ。最近打てる。本当。じゃあちょっと今打ってみて。あ、打ってます。ということで、ということで、打てないってことですね。ごめんなさい、語弊がありました。当たるようになったから。最近当たるようになった。あ、そうなんですね。そうです。で、パー5とか、ちょっとロングのパー3みたいなのには、うん、もう一発逆転。もう最悪めっちゃトップして、距離稼いじゃうみたいな。今のショットだったら使わない方がいいと思う。使えます。使えるようにね。そう、99日だろ。そうそうそう。で、最後に、うん、ドライバーチャンスね。僕のワトソン法を編み出してくれた、うんうん、これも RBZ ロケットボール。ああ、ロケットボールですね。準備ってことですね。これ昔使ってたな。あ、使ってました。うん、ちなみにシャフトはその時 S。 S、うん、それも S でしょ。 S、うん、そうです。これがもう、まあ、僕元野球部スイング力ですよね。うん、ちょっと見てみます。もうね、ここからも打った瞬間見えなくなった。使えます。使えるようにね。